長勝寺は、東京都江戸川区一野江六丁目にある日蓮宗の寺院である。三号は、利江山。天正十一年に、全学院微臣が解散したため全学院とも称す。開祖、維新は、明覚寺旧姓、比重の弟子で、長勝寺は、当初、明覚寺の卓中であった。旧本山は、千葉県市川市中山にある日蓮宗の大本山。 小中山北家教授。古くは北家道と呼ばれ、北家教授の宿泊所となっていたとされる。長勝寺の海祖比心ははじめ、京都本国寺十四世、日助の弟子で、日蓮が生まれ立教海藻した安房小港を巡釈した際に、江戸川区一ノ江に泊まり、二軒四面の北家道を建立し多くの信者を得たという。また北家道は、千葉の大本山、 中山北家教授の宿泊所にもなったと伝わる。日清は、一の絵では、明覚寺旧姓、奇獣の弟子となり、長活寺は、当初、明覚寺の達中であった。日清は、寛永二年に没した。天名元年長勝寺寺は、江戸幕府より、国家安泰の祈願所として許され、自社奉行より、境内地を年貢免除となる助地として譲り与えられた。その後、長勝寺は、 元禄の,の頃から盛んになった岸も神信仰と共に祈祷所として流星し、多くの参詣者が訪れたという。境内にある上行菩薩像は、美肌や皮膚病などにご利益があると伝わり、菩薩像を足足でこすって祈願する参詣者も多い。上行菩薩は、日蓮州では四大菩薩に数えられる。四大菩薩とは、ホッケ行の第十五十地有出品において、 教主釈尊の証明により、大地から湧き出した、本家自由の菩薩の中でも、上首衝動の師となる菩薩のことで、上行菩薩、無変行菩薩、上行菩薩、足立公菩薩を言う。本家の四菩薩とも称し末法直世に現れる、法華行をぐずすべき仏直を受けた菩薩とされる。長勝寺は、一の絵六丁目にある明覚寺と一の絵七丁目にある、 漢王子の間にあることから通称、中寺とも呼ばれる。明覚寺は公安7年解散。漢王子は昭元年に新御宗から日蓮宗に改修したとされ、長勝寺は市の絵の日蓮宗三寺の中では、比較的新しく戦国時代に建立された寺である。長勝寺の開祖非神は明覚寺旧世比獣の弟子で、明覚寺の開祖非前は、 漢王子を回帰した日清に支持していたと伝わる。ありがとうございます。